ン2011年6月開始。レクシーが運営するプレイバイウェブの第3弾。ディアボルスと呼ばれる人類の天敵と、それを唯一倒しうる人と呼ばれる者たちの戦いを描いた宗教をテーマとした現代大魔物である。世界全体を舞台としており、戦闘シナリオに加え、世界各国の様々な題材をテーマとしたシナリオも数多くリリースされている。 2015年3月31日でサービスを終了したが、2016年、2017年に短期間の後日談イベントが開催されている。舞台は21世紀の現代社会。古来より人類社会の裏側にはディアボルスと呼ばれる悪魔が暗躍し続けていた。そして2011年、突如としてディアボルスの活動が活発化する。 プレイヤーキャラクターはこのディアボルスに唯一対抗できる、ルークス教という世界的宗教に属する戦士、人として戦うことになる。ディアボルスによって世界が終末へと向かっていく中、人たちが人々を守らなければならないのである。標準的な人間。クレスニク以外の全てのクラスに適合し、逆にこれといって特徴もない。2014年4月に追加された種族。 人の姿に獣の特徴と呼ばれる耳や尻尾などの動物的な特徴を合わせ持った姿をしている。その他の容姿や寿命などは人間と変わらない。コルネリウスの名役というイニシエの契約に従ってルークス教に協力する。ありがとうございます。